はい、こんにちは。整体院店員の谷内です。本日もですね、美容健康に関する有益な情報をあなたにお届けしたいと思います。それでは早速やっていきます。今日はですね、食事についてのお話というかご報告なんですけども、今ですね、僕なんですけれども、食事をですね、お客さんにですね、ちゃんとしてくださいよっていう言う側の立場ですよね。先生なんでね、一応ね。はい。で、大体砂糖やめてくださいとか、牛乳やめてくださいとか、散々言ってるんですけども、ちょっと自分自身もね、やっぱり食事を しっかりと改めて、自分自身の体で実践していなければ、やはりこれは説得力がないわけですよね、やっぱり。うん。よくいるのがね、タバコ吸っちゃダメですよとか言ってるヘビースモーカーの医者っているじゃないですか。結構お医者さんって吸う人多いんですけど、患者さんにはタバコダメだよとか言ってるんですよね。そういう感じにね、ちょっと僕はなりたくないので、自分自身もね、食事を気をつけようということでね、今ちょっとね、実践し始めたんですけどね。今で、ちょっと書いてるんですけど、玄米食べ始めて、今10日ぐらいなんですよ。今日がね、12月6日なんですけど、だいたいその先週に土日ぐらいから、先々週ですね、土日ぐらいから始めてて、で、10日間ね、玄米をどうやって食べたかですけど、無農薬無肥料のところで取り寄せて、で、無農薬、それ野菜か、取り寄せてですね、5キロ取り寄せて、で、最初玄米 100% とかで食べてたんですけど、ちょっとなんかきついなとなってですね、はい、やっぱりね、なんかいろいろ調べると、今までやっぱり肉とかよう食べてた人はやっぱ玄米が苦手みたいですね。僕ですけど、はい。なんでちょっと玄米と白米混ぜて半々ぐらいで食べてたりしたのが、大体これ10日ぐらいなんですけど、今現在のね、はい、状態なんです。10日食べてみて、今までとどう変わったかっていう、たったの10日ですけどね、まだ分かんないですけども、とりあえず10日食べてみて、こういう感じで変わったよっていうのだけね、ちょっとシェアできたらなと思ってこの動画で話すんですけども、一つはですね、やっぱね、便通がいいという、便通って漢字合ってますかね、便ですね、便通がいいと、お通じがいいっていうのがあります。なんて言うんですかね、こうやっぱり朝起きてトイレに行きたくなるっていうのがすごいサイクルとして続いてますね、実際で。なんかこう便自体もこう出が良かったりとか、こうなんかお肉食べてて調子悪い時とかって、こう便がネチャネチャしてる感じとかあったんですけど、そういうのがなくてすごい綺麗に出るっていう感じがします。はい、便通がいいと。で、単純に10日で体重が1キロ減りました。はい、ちょっとですね、僕的にはですね、昔とかね、学生頃とかね、運動やってる時、具体的に言うとね、ブラジリアン柔術っていうのやってたんですけど、格闘技なんですけどね、やってた頃とかは大体ベスト体重61とか2だったんですよ。でもですね、最近はというか、この玄米食べるまでは大体66キロぐらいまで増えてて、ちょっとこれあかんなっていう、ね、ちょっと体重増えすぎて動きにくいなっていうのがあったんですけど、今ちょうど昨日測った65で、マイナス1キログラムになってたなっていうのがあります。で、3番目なんですけど、この甘いものが欲しくならないっていうのが、これ一番すごいなと思ったんですけど、玄米食べる前は、すごいアイスとか、なんかそういうのを食べたくなってたんですね。ケーキとか甘いもの、砂糖ですよね。砂糖を取りたいなっていう、こう衝動がすごかったんですけど、この10日間はですね、本当になんかもういらんというか、食べたいという気持ちが起こらないっていうんですかね、なんて表現したらいいのか、ちょっとまだ分かんないですけど、
欲しくならないんですよね。これもなんかすごいなと思って、まあなんかね、まだ調べてる途中ですけど、まあなんか陰とか陽とかあるみたいですけどね、食べ物にね、はい、そういうのでかなり砂糖を立ててますね、今のところは。はい、まだ10日なんでね、どう体質が変わっていって、どういうなんやろのが食べたい、食べたくなるとか食べたくなくなるとか、まだ分かんないですけども、はい、とりあえずですね、10日やってみたら、まあこんな感じの変化を、僕としては感じましたということを、ちょっとシェアさせていただきました。でまたですね、まあ、1週間後とか10日後とか、まあ、ちょこちょこ話せたらなと思います。はい、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。今日の話がですね、面白いなと思ったらですね、チャンネル登録をお願いします。それでは失礼します。